これは確かに極上。皆さんこんにちは、夢蔵です。今回はスパイ教室について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの完成考察などを投稿しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということでこちらの作品は今期の冬アニメとして放送を開始されたんですが、皆さん見たでしょうか。まあ、自分も 見たんですけども、まあ、正直期待されてた割にはそこまでって思ってしまいましたね。まあ、こちらの作品っていうのもあのライトノベル原作でファンタジア大賞っていう賞を受賞していて、まあ、その放送される前から期待値が高かったんですよね。この前で言うね、妖術みたいな感じで期待値が高すぎるがゆえにっていう感じの作品だと思うんですよね。まあ、あらすじとしましては、ある凄腕スパイが、まあ、死亡率9割の不可能任務に挑む機関を、まあ、創設するんですけども、そこに選出されたのがなんと落ちこぼれの7人の少女たちだったっていうところでね、世界最強のスパイによる世界最高の騙し合いが始まるっていうね話なんですけども、うん、主人公って言っていいのかな、リリーっていう女の子が、まあ、巨乳で黒タイツで銀髪 で明るい女の子でちょっと天然も入ってるっていうね、まさに主人公っていう感じのね、ほんと可愛い女の子なんですよね。キャラデザインに関してはね、ほんと文句なし、素晴らしい女の子たち。こんな感じのねレベルの高い女の子がいきなり7人出てくるわけですから、それはねもう確かに面白そうな感じするんですよね。うん。で、今回のそのもう一人の主人公と言ってもいいのかな、クラウスっていうね男の人がいるんですけども、まあ、世界最強の自称世界最強のスパイで、この落ちこぼれ7人をスカウトした諜報人であるんですよね。まあ、実力は確かに世界最強なんだけど、教えるのがとにかくド下手くそっていうね、そこが面白いんですよね。なんかピッキングのやり方をまず教えるみたいな感じで話してたんですけども、それはすごい見えないスピードで開けるんですよね、この男。うん、だからどうやってやったんですかって聞くんだけど、いやこのピッキングツールをいい感じに使うんだよっていう、それしか教えないんですよね。だからみんなえっていう反応するんですけども、このクラウスが言ってたんですけども、確かにこの服どうやって着たのとか、どうやって歩いたのとか聞かれたら、別にみんな普通にとかさ、なんとなくとか答えるじゃん。だからクラウスにとってはそのピッキングっていうのもそのレベルの話だから、別に教えるとかそういうのじゃないよっていうのでね、こうなんかその話を聞いた時に俺もちょっと納得しかけた納得してしまった。うん。まあそんなね、男と可愛い女の子のね、7人のお話にはなるんですけども、1話でね、リリーが結構やってくれるんですよね。うん、リリー、コードネーム花園の女の子なんですけども、なんとこのクラウスをはめて、1話の後半ではめてってそういう意味じゃないよ。騙して動けなくするんですよね。なんか毒かなんか使って。うん。ここはすごいびっくりして、まあ実はこのリリーがめっちゃ強いのかなって思ったんだけど、まあ、そんなことはなくて、クラウスが普通に全て知った上でわざと実力を知るためにこの罠にはまってあげたみたいな感じだったんですよね。ここでもしクラウスが殺されて、このリリーがめちゃくちゃ強くてっていう展開だったら、まあ、もっと驚いたかなって思いますね。うん、個人的にはそっちの方が良かったかなとも思うんだけど、まあ、後々を考えたら、まあ、クラウスのね、うん、クラウスが生き残ってた方が確かに物語として面白いかなって、うん、思いましたね。で、2話では作戦中なのにみんなが酔いつぶれて寝てしまうシーンがあるんですよね。この今すでにこの女の子たちっていうのは死亡率9割の不可能任務にもう挑んでるから、普通だったらね考えられない行動なんですよね。でもみんなはクラウスの強さを知ってるし、クラウスが来てくれると信じて安心してるからこそこう眠ってしまうっていうね。でクラウスもその女の子たちの寝顔を見てこうどんどん心が動き始めるんだよね。この子たちのことを守らなきゃいけないなって、その人の心が芽生え始めるというか、うん、そういうこのクラウスの心の動きと女の子たちの極上が上下に揺れ動く動きにね注目して今後も見ていきたいなと思いました。まあ、これからもねこう多分尻上がりに面白くなっていくだろうし、作画ももちろんめちゃくちゃいいので期待して見ていきたいなと思いました。はい、ということで以上スパイ教室の1話と2話の感想でございました。このチャンネルでは普段、はい、このチャンネルではね冬アニメの動画毎週更新しようと思ってますので、よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。